園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好き看護師どんちゃんです。さっきのチューリップの動画見ましたか？めっちゃ綺麗かったでしょ、ね、今日撮ってるのが4月1日。4月1日ね、前の動画でも話しましたけど、僕がね、勤務異動になった初日、長男が、小学校まだ始まってないですけどね、学童に行く初日、いろんな新しいことがあって夕方、ね、家に帰ってきて動画を撮ってます、ね、今の状況を簡単に説明すると、僕の妻が、子供たちを保育園に迎えに行ってます、ね、で妻もね働いてまして、その働いてる帰りに、迎えに行く。で僕も、仕事終わってご飯を作りに家に帰ってくるという感じで協力してやってますね。なのでせっかくね料理ちゃちゃっとやっていくので動画に撮っていこうと思って今急遽撮ってますね。今日はねちゃっと本当にちゃちゃっと作るので、メニューとしてはねこれね豚こま肉あったので、これとね家庭の味方もやしを焼肉のタレで炒めます。でちょっとそれだけじゃ物足りないので、昨日の春雨サラダと味噌汁を今から作ります。ね、もうちゃちゃっとやりますね。ちょっと聞き流す程度に話を聞いてください。いやー今日はね1日目、なんとかねやりきりました。やっぱね最初ね慣れないところに行くとね緊張しますよね。で緊張してね頭痛くなりました、それでもねやっぱ職場の方みんないい人でね安心しました、やっぱね新しいところに行くっていうのはすごいストレスなので、皆さんもね、いろんな場面でね、新しいことが始まっていくと思いますけどね、まずはやっぱ自分のね、ことを大事にしてくださいね。いや僕もね、それだけを忘れないようにしてます。でね、動画もね、2日に1回か、それぐらい撮れたらいいなと思ってますので、できればね、本当皆さんと毎日ね動画を通して出会いたいんですけど、ねなかなかちょっと最初バタバタしてるので、それでもねコメント欄ね、てかその2日に1回っていうね動画を上げただけで皆さんのコメントがめちゃくちゃあったかかったんですよ。もうびっくりしましたね。どれだけ皆さん優しいんですか。本当ありがとうございます、ね、早く肉を焼けよっていう話ですけどね嬉しいんですよ。ちょっとね今の時点ですよ、ちょっとお肉今から焼きますけど、今の時点でそのねどんちゃんからのお知らせですっていう動画にねついたコメントしてくださった方のお名前だけちょっと読まさせてくださいね。これはね、今ほんと皆さんに感謝ですよ。お肉はね、すぐ焼きますから。じゃあちょっと読んでいきますね。1083号さん、トラトラネコネコさゆ姉さん、千葉さんですね、しずえさん、キータンさん、ハニーサックルさん、MM さん、アトリエラシードさん、かよさん、田中さん、駿河湾さん、めめさん、エレスチャルさん、サリーさん、中山さん、ウルルンさん、この方からね大変温かいコメントいただきました。本当にありがとうございます。もうねもう胸が熱くなりました、なんかもう逆にね動画頑張ってあげたいなっていう気持ちになるぐらい嬉しかったです、そうやって皆さんに支えられてこのチャンネルありますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということでね、お肉焼いていきます。
まあ、ちょっと遠目ですけどね、大体やってることはわかるでしょう。このね、豚肉をフライパンに入れますよ。ちょっと近く寄りましょうか、ね、え、じゃあフライパンに入れていきます。はい、もうね、料理はね、簡単でいいんですよ、ね、簡単でいいんです。炒めてる間にですね、味噌汁の準備をしていきますよ。なるほど、玉ねぎ、味噌汁に入れていきます。ちょっとうちね、共働きなので家事はね、本当に協力してやらないとね、家が回らないんですよ。あの、動画を編集する時間が本当にない、限られた時間でやってます。ね、だって旦那がですよ、 YouTube やるって言って動画編集ばっかりやってたらもうダメでしょ、ね、そのバランスが難しいんですね。僕はね、家事をしっかりやった上で動画を撮って編集してますから、ね、ご安心ください。でね、このタレがね、美味しいんですよ。このエバラのね、バリウマって。結構ね、これ甘めに作ってあってね、九州の味って感じです。バリウマ。もうバリっていう時点でほら、博多弁でしょ。ね、バリ美味しいって言うんですね。そうで、チューリップめっちゃ咲いてて綺麗なんですけどね。あの、原種系のチューリップをね、あの、カーメン君がいいって言ってたから植えたんですよ。ねえ。それがすごいんですよね。なのでね、原種系のチューリップおすすめですよ。ねえ。なんかどんどん増えていくって言ってたでしょ。来年が楽しみだなと思って。ただビオラとかがいっぱい植えてあって、それがね、花が終わった後に、取るでしょ。その時にね、掘り返してしまわないかが心配。ねえ、ここで球根あるあるだと思います。じゃあ味噌汁に入れるナスビもね、切っておきましょう。切れました。ね。お肉もいい色になってきたので、もやしをね、入れていって、焼肉のタレ混ぜたら終わりです。で、もやしにね、火が通ったら完成です。で、味噌汁にはね、今日はだしの素を使います。で、お豆腐もね、タンパク質補給のために入れましょう。はい、1品目、豚肉ともやしの焼肉のタレ炒めです。おいしそう。さあ、あとはね、味噌汁を仕上げていきます。皆さんね、タンパク質とってますか？あの、普通にね、食事してたらタンパク質絶対足りないんですよ。なので、豆腐とか納豆とか豆乳とか気がけてね、取らないといけません。僕はそれでも足りないと思うので、プロテインを飲んでます。やっぱね、体作りにはね、タンパク質大事なんですよ、ね、で、タンパク質不足がこうね、長年積み重なっていくと、年を取った時にね、足腰が弱ったりとか、そういうことにつながりかねないので、まあ、日頃からね、こう適度にタンパク質取る癖をね、つけていったらいいと思います。そして今日使う味噌がこちらですね。桜味噌、蔵出し。このね、九州の味噌ね、合わせ味噌なんですよ。米と麦の合わせ味噌。これが、ね、美味しいんですよね。
なんか赤味噌だとなんかこってりして、白味噌だとさっぱりすぎとるでしょ。ちょうど真ん中、九州の味噌美味しいからぜひ食べてみてください。醤油も美味しいんですけど、味噌も美味しいです、ね、わかめもちょっと入れちゃいます。わかめを入れて味噌で味付けしないと塩分が決まらないんですよね。わかめちょっと塩分入っとるでしょ。わかめを入れてから味付けするとベストだと僕は思います。ただ本当にね、見てある皆さんの方がね、料理歴だいぶ長いと思うんで、僕なりのやり方なので間違ってるかもしれません。はい、じゃあそしたら味噌を入れていきますね。これぐらいでしょうね。で、味噌入れるときは必ず火を止めてから入れます。味噌の香りが吹っ飛んでいってしまうんで、これすごいバリ岡ポイントですよ、ね。ね、味噌汁ってこう野菜がいっぱい取れるからいいですよね。もうすぐね、子供たちが帰ってきますね。それまでには仕上げとかないとね。え、学童どうだったんでしょうね、初日。子供もね、やっぱ新しいとこ行くとストレス溜まるでしょうからね、ぎゅーっと抱きしめてあげましょう今日はね。じゃ最後は揚げをね、で入れたら完成です。キッチンペーパーでちょっと油をね、抜いていきましょう。はい、完成しました。どんちゃん特製具沢山味噌汁、完璧な栄養分ね、これです。はい、いかがだったでしょうか。もうちゃちゃーっと作りました。今から子供たちが帰ってきますね。まあ、こういう風にですね、まあ、料理もちゃちゃっとね、まあ、手を抜かずとも美味しくできるので、まあ、手抜き料理とは僕は思いません。これでいいんですよ。味噌汁と、まあ、おかず、まあ、特別なものはいりませんね。そこに一緒に食べる人がいれば OK ね。やっぱね、まあ、食事も大事ですけど、その場の雰囲気、それが非常に大事なので、今日はね、子供が初日で疲れてると思うので、ぎゅっと抱きしめてあげたいと思います。このチャンネルではですね、いつも園芸の情報を、発信してるんですけれども、僕が看護師をしてるので、看護師の経験やこういった料理の動画など、自分の好きなように動画を上げてます、ね。最近ですね、コメント欄もすごい温かい場所になってるので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルがですね、園芸好きのコミュニティになって皆さんが集まれる機会を絶対作っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このね、味噌汁とこのこれね、はい、このスペシャルどんちゃんセットが美味しそうだなと思った方も高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。